今回はですね、なんと案件動画になります。よろしくお願いします。来ていただいているのはですね、私の知り合いの PE ファンドの王さんです。で、王さんの方で、今回あれですよね、こういう案件を買いたいよっていう会社さんがいらっしゃって、その案件概要をちょっと募集概要っていうんですかね、そういうの辺をお伝えしていきたいなと思ってます。はい、お願いします。はい、じゃあ王さん、ちょっと自己紹介を含めてどういう案件を今募集している企業さんがいるのか教えていただけますか。はい、承知しました。皆様はじめまして、フォーム株式会社で取締役をやっております王明光と申します。お願いいたします。もともと弊社ですね、PE 投資だったりとか買い手専門の FA というのは業務を携わっております。で、今回ですね、この買い手 FA 側の、業務に関しまして、いくつかの会社様で案件の募集をしておりますので、そちらの、ちょっと、ご紹介をできればというふうに思っております。お願いいたします。で、主にですね、4つのカテゴリーがあるかなと思っております。1つ目がですね、大手通信教育会社様からの案件になります。で、昨今ですね、コロナ禍におきまして、やっぱりかなり会員数が増えてきた中でですね、このデータベースを培って何か新規事業を手掛けていきたいというお話がございました。で、それに対しまして、例えば会員様で通信教育のところでスキルを学んだ後にですね、人材派遣会社として外部に送り出していきたいということから、まあ、1つですね、派遣会社様を求めております。だいたいですね、バリエーションですね、はい、どうぞどうぞ、すみません、ありがとうございます。バリエーションに関してはだいたい1億か2億程度の会社様となっておりますので、その会社様がもしいらっしゃいましたら、ぜひともお声かけてください。幸いです。はい、ちょっといいですか。じゃあ人材派遣ということは、その業なんかどういう職種の派遣をしている会社とか、エンジニア派遣なのか、全くそんなこと関係なく、なんですかね、どういう人材の派遣会社なんですか。アシスト、ありがとうございます。はい、まさにそこポイントでございまして、その通信教室様が本当にいろんな教材を扱っておりますので、特定の例えば看護師であったりとか保健師とかっていうのは、そういったものではなくて、あとは全般的にさまざまな職種が派遣可能な会社様を求めている状態となっております。ああ、なるほど。じゃあ、はい、別になんかエンジニアだけじゃなくて、普通にまあ営業会社とか営業サポートとか、まあ、単純に人を派遣するような派遣会社がやってる会社、全部スコープに入ってくるってことですね。おっしゃる通りです。地域はどうなんですか。その関東圏だけとか東京だけとか、それは全国大丈夫だよとか。ゆくゆくは全国でもいいんですけれども、一旦はですね、関東圏であるとは一緒にありがたいと思っております。関東圏ね、なるほど、はい、で株式で買いたいって感じですね。そうですね、はい、 100% ですね。でバリエーションは1から2億っていうことはどうなんですか。年間の利益でいうと、まあ、2000万から、まあ、3、4000万ぐらい出てる営業利益で、はい、出てるような会社さんっていうことですよね、はい、ほう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 、了解了解。そうするとどうなんだろう、それくらい出てるっていうことは、なんか何人規模ぐらいとかってあるんですか、その人材派遣で。例えば50人派遣してるよとか、なんか経費を切り詰めて単価高ければ利益が出るかなと思って、最低何名派遣してる会社が欲しいとか、そういうのってあります。あ、それで言いますと、派遣率よりかは派遣の数を獲得する方かなと、会社様かなと思っていまして、具体的に申し上げますと、まあ、企業様に関しては大体100社、程度パイプとして持っていれば問題ないかなと思っておりまして、スタッフ様に関しては大体100名か200人と、アルバイト十分に可能かなというふうに思っております。あ、なるほどね、分かりました。じゃあまず一つ目がその人材派遣会社ですね、はい、規模感でいうと100名から200名ぐらいで、できれば利益が2000万から4000万から3000万ぐらい で、まあ、1億か2億円ぐらいで買いたいよ、株式でっていう感じですね。大丈夫です。時期的には、まあ、はいつでもっていう感じですかね。来年の、2月から3月ぐらいから本格的に交渉を始めれば問題ないかと思っております。了解です。はい、じゃあ次の案件どうでしょう。あります。もう一つがですね、番組の供給事業者様の案件になりまして、こちらの会社様はですね、まあ、海外の番組だったりとか、ドラマとかってものを日本に持ってきまして、各プラットフォームに流すような会社様なんですけども、こちらの会社に関しまして、今ですね、新しい事業を手掛けていきたいということから、彼らが持っているそのドラマとか映画の版権を使って、まあ、動画をもうちょっと切り抜いたりとかして、世の中に広めていきたい、集中していきたいというのが狙いがございます。ですけども、一つ目の、狙っているプラットフォームに対しましては、YouTube上で流していきたいというふうに思っておりますので、それで動画編集技術を持っている方、会社様というふうにやって今考えております。なるほど。じゃあ、外資系企業なんですか、買収先、買収元は。買収元は今日本企業になりますね。あくまでも海外から輸入をしている、会社様になります。あ、なるほどね、了解です。それこそこの、M&A の YouTube の M&A バンクもそうですけど、今そのどうなんだろうな、その、まあ、YouTube の動画を作れるような制作会社さんってことですよね。そうです、はい。でも、まあ、マーケティングをできればなおベストベターって感じですよね。はい、
なんか分かんないですけど、個人でやってる人結構増えてるじゃないですか。個人でやってて 2,3 人で業務提携してそれやってますよっていう人もスコープに入るんですか？売上次第かなと思っておりまして、こちらの会社に来ましたら、トップラインを結構築いていきたいということから、大体ですね、年商1億から2億程度が最低でもあればという形になりますね。ああ、なるほど。ってことは年商1億ってことは、例えば制作会社で、例えば M&A バンクみたいな YouTube コンテンツを、月200万円ぐらいで作っていて、それを広告に配信しましょうって言ったら、広告費もクライアントがもらえるじゃないですか。それで月800万ぐらいもいけば年収1億ぐらいすぐいくかなと思うんですけど、そういう広告もセットで1億ぐらいあれば別に問題ないよってことですか？あ、問題ございません。おー、じゃあだったらね、 2,3 人とかでやってるとか、1人でやっててフリーランスでネットワーク組んでるような人もありえそうな気しますけどね。そうですね、もしあれば全然検討は可能かなと思っております。了解です。じゃあ2つ目がそういう案件ですね。はい、次々です、いきましょう。3つ目、はい、3つ目と4つ目なんですけども、同じ会社さんになります、広告代理店の会社様になっておりまして、こちらの会社様はですね、今、本当にもう広告事業でございますが、何でもこう新しい事業をと、取り組んでいきたいということが狙いがございます。その事業をですね、創出するための、コアとなるエンジンとなるですね、会社様たもので求めておりまして、1つ目はですね、AI エンジニアを囲っている会社様になります。具体的に今後かなり、システム開発とかで携わってくるかなと思っておりますので、そういう部分に関しまして、まあ、本当に意欲的にチャレンジできるような会社様というものを求めております。はい。で、4つ目に関しましては、ごめんなさい、ちょっと3つ目がちょっといまいちよく分からなかった。はいはい、AI エンジニアを抱えている、はい、まあ、自宅開発会社様ですかね、があれば、ベストって形になります。なるほど、昔なんかそういうのあったな。了解です、了解です。じゃあその、抱えてるっていうの人数規模どれくらいでしょうか？10名ほどあればすごく嬉しいかなと思っております。あ、なるほど。なんか今この業界もそうなんですけど、その業界多分その社員でこう一つの会社に入るっていうよりも、皆さんフリーランスでチーム作っている、業務委託で作っている会社が結構大きいような気がしてて、でそのフリーランスは他の会社とも、まあ、業務委託契約を作っているっていう、そういうのでもありですよね。これがですね、ごめんなさい、難しいです。難しいです。なしって形でして、あくまで正社員雇用を求め、やられてる会社であれば、しか受け付けられないって形が、お話しいただいております。あ、そうなんですね。なるほど、はい、了解してる。ちょっとなんかハード高そうな気がしますが、はい、まあ一応募集してますということですね。はい。希望、まあ、バリエーションどれくらいに探されてるんですか？バリエーションは大体、1億前後であれば、すぐにでもって形ですね。なるほど、なかなかないと思いますよ、はい、まあまあ、はい、ので、はい、多少値段が上がっても、そこは交渉可能かなと思っておりますので、そこはヘッドリンキングに対応できればなと思っております。了解です。じゃあ次ですね、はい、ラストですかね。ラストですね。ライター様を囲っているプロダクションになりますね。いわゆるですね、まあ、記事の制作であったりとか、まあ、メディアに投稿したりとかっていう、ライター様を多数囲っている会社様になりまして、こちらに関しましては業務委託のネットワークの問題かと思っております。でこれも大体、ライター様100名程度ですね、パイプとして持っていれば、なおよしって形でして、このバリエーションに関しましては1億以下というふうに、イメージしております。それってそのライターどういう記事専門とかあるんですか？例えば、まあ、医療系って難しいかもしれないけど、なんか分かんないですけど、車に特化したとか、なんだろうな、あります、食品に特化したとか、ね、これに関しましては、特定の領域というか、本当に様々な、業種があればですね、なおよしって形でして、やっぱり航空代理店になりますので、本当にいろんなクライアント様がいらっしゃいますので、そちらのですね、まあ、反則の一環として、様々な記事を書けるような形であればベストかなというふうに思っております。なるほど。なんか聞いててあれですね、もう広告代理店でいいんじゃないかと思っちゃいます。はい、広告代理店、ウェブ系の広告代理店で、その広告の運用をしたり、SEO をやるから、記事書くライターネットワークありますよねとか、で広告、動画もね、今最近提案してくるから、動画制作から広告のところもあるそうですし、でなんか、広告代理店でいいんじゃないですか。あ、確かに、全然そこでも全く問題ないかと思っております。はいはい、だから部分的にも問題ないし、広告代理店でも別に問題ないよ、ネット系の広告代理店であればって感じですね。そうですね、おっしゃる通りになります。はい、わかりました。じゃあ皆さんですね、この案件は M&A バンクが、売り手側の FA として立って、で王さんが買い手側の FA として立つという予定でございますので、興味ある方は概要欄からですね、応募くださいという感じですかね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ皆さんどうぞまた M&A バンクでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。
M&A の実務のノウハウがたっぷり詰まった M&A 実務完全習得講座というものをノートで販売しております。ぜひ概要欄からチェックしてですね、皆さん見てみてください。数千万円手数料が削減できたという実際に購入していただいた方のコメントもございます。では